今ですね、フランスのモンペリエにいます。モンペリエですね、フランスの南部、ね、地中海にね、近い面してる感じかななんですけど、フランスの南部の中あたりかな。ニースから電車で4時間ぐらいのところです。で明日スペインのバルセロナに行くためにね、本日夜到着して一泊、しているところなんですけどね。でこちらがモンペリエの駅ですね。でこっちの方面行くとマックがあるんですけどね、こっちの方面行くと中心広場に行けるんですけどね、ケバブ屋さんが多いですね。ケバブ屋さんが、まあ、ちょっとしたもの食べないケバブ、ね、すごいね。タルゴがねここからスペインのバルセロナまで出てるんで、朝早くなんですよね。タルゴに乗って明日スペインのバルセロナに行くところで4時間ぐらいですね。で、県のね県庁所在地があるところで一応県の中心らしいです、ね、この地方の中心の州都でもあるみたいなんですけどね。週末なんて結構人多いですけどね。広場には結構人がいます。レストランも多いんでね。